はい、どうも皆さん、ユハーバンはユハイチャンネルハイです。ということで、今回なんですけども、サードニクスカウンターね、使っていきたいと思います。これまでね、視聴さんからライブ配信にて出来コードをね、いただきました。本当にありがとうございます。まあ、若干ね、レシピは変えたんですけど、このデッキの特徴としては、トリガーがめちゃくちゃ入ってて、相手の攻撃をトリガーでカウンターしながら、ニクスとアルバトロスで勝っていくって感じになっていきます。まあ、ニクスプランが取れなくても、バイケンとかアルバトロスとかサインとかで蘇生したここら辺のね小型クリーチャーで殴り切ることもできますし、今流行ってるキリコとかバルガ雷蔵とかビギニングロマノフとかね、デスマーチキリンをロイヤルドリアンとかで返しながら勝っていけるんで、ビートにもねコントロールにも強いデッキになってますんで、ぜひね皆さん使ってみてください。よろしければね、年内チャンネル登録者1万人目指してますんで、ぜひねチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。ということで早速試合の方に行きましょう。行くぞ。はい。ってことで対戦の方よろしくお願いしますと。さあ、オープニングハンドなんですけど、エマージェシン、アルバトロス、セレスト、インフルのサイン、ギガボロで始まったオープニングハンドなんですけども、さあ、バイケン引き込んできたんで、まあ一応、まあでもね、バイケンはまだに置きたくないから、ギガボロスタートになりそうかな。さあ、相手は、フェアリーライフ。で、バルガライザー、レンドラかな？バルガライゾーかもしれん。さあ、トップがサードニクスなんで、これバイケン置いてエマジシ打つか。ちょっとバイケン大切にしたかったけど、ちょっとハンド入れ替えながら墓地肥やして戦っていきましょう。さあ、ニクスを落としておけばサインだったりアルバトロスで蘇生しながら殴っていけるんで、さあ、ニクス落とせるのはだいぶ強いね。さあ、4マナルピアラピア。強いね。次ネックスが来たらかなり厄介ではある。さあ、セレストで一応マナ基盤は揃うかな。で、次ギガボールで墓地肥やして縦にかけよう。ニクスはもうカウンターして勝っていくしかないんでね。さあ、ガルビラスドラゴン。さあ、いろんなドラゴン入ってるね。さあ、ガルビラスマジで強いんだよな。さあ、ダブルブレイク。だからね、次、ゲンジダブルクロスが来るからね。マジでガントラやばそうなんですけど、トリガーもやばそう。さあ、サインとジャックアルカリアスで、これは結構いけるね。ジャッカスでルピアラピア取って、ただニッガルベリアスは取れないけど、あ、でも、バイケンは引いた。ギガボルか、さすがに。ギガボルで、ぼっち小屋し、これ縦行きましょう。焼却して、次、リーサル組めんのかな、相手。縦1枚からトリガー出てきたらリーサルは組めるけど。さあ、これ、ニクスト、サルトビ落として、これは全部いけます、これ。で、ニクスはターン終了時アンタップするんで、ガルビリアスからの殴り返しも食らわないので、次多分相手リーサル組めないと思うんだよね。トリガーがなければ。ここでトリガー踏まなきゃ相手はリーサル組めないんで、ガルビリアス2点来ても、またトリガーで返して逆にこっちがもう、サードニクスで終わりにするっていう動きができそう。さあ、コッコルピア、で、ガルベリアス、オッケーオッケー。リーサルはないですね。これ殴ってこない恐れも全然あるか。さあ、殴ってくれ。であれば、このデッキはね、トリガーが熱いのでさ、セレストと、エマージェシン、タイフン、バイケンで、ガルベリアス1枚返して、勝ちですかね、これは。さあ、バイケン2枚も引き込んでいくと。まあでも、ニクスで生贄にするレインボーはちょっと足りないんですけど、まあ、基本的に打点は足りたでしょう、対戦。あざした。はい。ってことで対戦の方よろしくお願いしますと。さあ、オープニングハンドなんですけど、バイケン、ギガボル、バイケン、アルバトロス、サードニクスで始まったオープニングハンドなんですけど、さあ、相手、レイジアーム。さあ、豚に乗った豚からのモスキート、虫。さあ、黒緑速攻は、まあ、縦次第なんだよな。それはもうどのデッキも縦次第になるわ。で、ニクス置きながらジャッカスで打点削いでバイケンで返せればって感じですね。さあ、竜王のゼックス。で、これでデスマーチ、いや、強っ。そのゼックス、5V だ。それは。モスキートでもう殴ってくるとどんどん叩きますね、これは。さあ、モスキート1点。ここでね、そう、トリガー踏むとだいぶ熱かったんだけどさ、バイケン3枚目。さあ、アルバトロス、めちゃくちゃポーカー。
さあ、ニックスで一応光マナ確保して、サルトビかエマージェーシーンで世界は変わるんですけどね、黒緑対面は。ちょっと引けないときつい。だがしかし引かなきゃいけないさ、レイジャーム。これ強いよな、この豚に乗った豚が。さあ、モスキートビート。まあ、モスキートでビート刻んでくるおかげで、一応キリンソーヤは大丈夫なんですけど、デスマが一生怖いですね。まあ、デスマはジャッカスとかで返せますが、さあ、アルバトロス。縦もポーカー、ハンドもポーカーだ、これは。さあ、ゼクスでセレスト引いたが、ちょっとセレスト、突起筋に遅し感がある。だが一応ゼクスは殴り返せますが、デスマーチの餌になるんだよな。さあ、ハンドが重々の重。さあ、一応返して、さあ、次のトリガーにかけようか。で、一応ジャッカスが次出せるので、キリンだけだな。マナ貯められてもキリンがきつい。だが、モスキートも殴ってくるんで、キリンはそんなに来ないが、デスマーチでリーサルを組まれると。強すんぎ。デスマーチガチ強いよね。おかしい。デスマーチ、アマテラス、デスドラゲリオンはおかしい。本当に頼む。助けてくれないか。14段環境。さあ、デスマーチを殴ってきて、まあ、セレストは世界救った。で、デスマタップの、デスマとレイジアームタップか、これは。で、モスキートで殴ってきてもらって、次、キリンは出せないよねってすれば、この1枚の盾で可能性は見える。さあ、バインドシャドウ。さあ、モスキート1点。これが、オッケー。サルトビなら返せる。バイケン、デスマ戻しか、これは一旦。デスマ戻しなのか。いや、デスマじゃないね。レイジアム戻しだね。で、ジャッカスで、デスマ破壊して、バイケンで取って、セレスとサルトビでモスキートの盤面全勝だ。間に合った臭いか。間に合った臭いか。大事なんで2回言いましたが、ちょっと間に合ったかな。さあ、サイン置いていきましょう。ジャックアルカリアス。さあ、デスマーチをここ取って、めちゃくちゃ風強いんだよな、今日外。いい吹っ飛ぶんじゃねえかなってくらい風強いんだけど。ちょっとなんか音入ったら申し訳ないね。さあ、サルトビでこれ一応返して、次これリーサルクビリオンにセレストで行っていきます、これ。で、闇のサザンが来たら GG グッドゲームなんで、で、次、ジャッカスから入って闇のサザンケアしながら打点は足りてるんで、ここで、多分相手絶対リーサル組めないんで、一応デスマーチでもジャッカスで耐えるけどリーサルはなくなる。ダンディーなそうからのデスマーチはやめてくれ。本当にやめてくれ。それは世界で一番きつい。さあ、モスキート。で、レイジアーム。で、スナイプ、モスキートで、これは闇のサザン、デスサークルだけか。負け筋は。さあ、エマージェーシーン置いて、一応サルトビを出しておきましょうが、ギガボルで墓地肥やした方がいいか。もう関係ねえか。もう何でも関係ねえわ。もう何でもいいわ。だって結局ね、あれだから、もうサルトビだろうがギガボルでもどっちもいない。もうここでリーサル組まなきゃ負けだから、だって。さあ、マナ肥やしますが、さあ、一応闇のサザンケアでジャッカスから1点いって、でもあの状況返せたの、だいぶ強いね。ニクス関係なかったけど、普通にカウンタービートとして強いわ。あのデスマーチ2連打を返せるのはなかなかないんじゃないか。さあ、セレスト1点でトリガーがなかったら勝ち。サルトビでダイレクトアラク対戦。あたしょ。はい、抵抗とで対戦の方よろしくお願いしますと。さあ、オープニングハンドがクズトレイン、インフィルサイン、バイケン、サルトビ、ギガボルでね、始まったオープニングハンドなんですけど、さあ、相手サンバトーテムですね。Bロマとかだったらちょっと嫌ですけど、まあカウンターができるんで一応Bロマ受けて、だからね、デスドラがかなりこのデッキきついんで、あ、ツバイ。なるほど、ツバイだったらワンチャンあるかもしれないですね。さあ、トップがアルバトロス。ツバイはジャッカスとかで小型処理しながら縦で返していくって感じかな。クズトレインとかも強いしね。前でトリガー結構厚めのツバイなのか。ホーリースパークの代わりにサンバトーテムとかって感じなのかもしれないですね。さあ、サイン置いて、これ次ジャッカス出せなさそうなんで、ギガボルで光マナ確保しながらジャッカス打てれば理想っちゃ理想だけど、そんなにうまくいくか。
ニクスでワンショットしたいね、結構トリガーが強そうなのであれば。でもそんな潤沢な動きはしてきてないので、ここで次アクアスクリューガードとかで二面展開されるときつい。ハルカスガードもきついか。ジャッカスで次トップがセレストとかだったらね、強いんだけど。さあブリザード厄介だぜ。それはかなり厄介。なるほどね。殴ってきてトリガーでバイケンで返すのが理想なんだけどね。サルトビかエマージェシンが理想。オッケー、こういうことだよ。これがニックスの強さよ。んで、これはバイケンを出してか。オッケー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 。強い。それは強い。これ戻さなくていいか。取れるならね、バイケンで殴り返すんで。さあ、トップがニックス。いやー、クズトレイン置きたくないけど、ギガボルをどうしても出したいんで、ちょっとギガボルから入りましょう。でも次、ニクスポン出しして、勝ちみたいなね、動きできるのが理想なんだが、さあ、ロイヤルドリアン、まあ、ツバイに刺さるよね、と。まあ、光マナ落ちなかったけど、まあ、次、ジャッカス置いてニクスでもいいしね。で、これ取って、さあ、だいぶ相手テンポロスしたんで、あとは、レインボーを並べてニックスワンショットしましょう。さあ、ブリザードムーン5マナでエボリューター。エボリューターとか若干で取りたいけどね。さあ、スクリュー。さあ、トップがニックスなんで、ニックス置いて、ニックス置いて一旦ニックスか。で、次、若干出して、一気に行くっていう感じにしよう。トリガーでレインボーとか出せたらもっと強いし、ツバイ一気に来たとしても、ワンショットはされるけど、トリガーは熱いんでね。さあ、オッケー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 。さあ、これ、ジャッカスで取って、さあ、ちょっと、ああ、これ勝ちだね、対戦。あ、出した。はい。ってことで、サードニクスカウンターいかがだったでしょうか？かなりね、楽しいデッキなんで、ぜひ皆さん使ってみてください。よろしければね、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。